高橋智美投手、木村文和選手です。どうぞ大きな拍手でお迎えください。西武ライオンズの高橋智美です。今日は寒い中お集まりいただき本当にありがとうございます。最後までちょっと楽しめたらいいと思うのでよろしくお願いします。西武ライオンズの木村です。今日はみんなで楽しみたいと思います。よろしくお願いします。そうですね、野手転向して2年目というシーズンで、まあ、2桁本塁打も打てましたし、けどもう少しできたっていう感じは、まあ、正直思いました。はい、マウンドでスイッチを切り替えられるタイプに見えるけど本人はどうですかとね、土井コーチらしい真面目な質問が来ていますが、練習はやっぱり試合のためのものであって練習のための練習ではないと思っているので、練習でできないことは試合でできないし、練習でどんだけ自分を追い詰めていろいろ野球のことを考えて練習できるかっていうことを考えて野球もう一回やりましょうか。はい、今のは聞かなかったことにしていただいていかがでしょうか。そうですね、マウンドではスイッチ切り替えてできてます。はい、はい、シンプルにお答えいただきました。はいはい、言っていいの。言っていいですか。言っていいです。あ、親友ですまあ遠征先とかでは、まあ、ご飯行ったり、まあ、ホームゲームでこっちにいるときは、まあ、試合終わってからご飯食べて帰ったりぐらいですかね。はい、でも逆にそのホームゲームでご飯食べた後ってないから、うんうん、別に一緒に寝泊まりしてるわけでもないので一つ屋根の下ではありますけどね。ではないので、はい、ちょっと勘違いされるんで、はい、例えば6時にご飯行きますって言って、で木村が先に自分の部屋来て 6時だからもう行くぞっていう感じだったら、自分準備してないんで早くしろみたいな感じになるじゃないですか。はい、で結構怒られるんですよ。はせやみたいな感じで怒られるんですけど、自分が逆に迎えに行った時まだパンツ一丁でいたりとか、あれこれ俺すげえ怒られるのなんで俺言われんだろうっていう感じでは思いますね。時間にルーズっていうんですか。ルーズって何何時間にちょっと、はい、いろいろあるんです。はい、いろいろありますね。3、2、1。綺麗です。はい、さっきより綺麗な湖になりましたね。さっきより、はい、さらにさっき、まあ、そんな2日間の予定を聞きたいですね。2日間の予定を24、25は何もないですけど24はあります。何ですか。ついに携帯 iPhone6 にします。はい、予定です。はい、ちょっと思い出したんですけど先週くらいかな、木村からちょっと25日一緒にご飯に行こうと言われたので、ちょっと2人でそのおしゃれな店行ってワイン飲んで素敵ですね帰ろうかなと。その時はそっとしといてほしいですね。そうですね、2人だけの時間なので。わ、はい、かりましたと、今年1年を漢字で表してください。はい、全部の善。全部の善、その心は。全部全力です。全高橋投手は全厳しいという感じ。まあチームも5位という結果に終わってしまったし、まあ自分自身も、まあ、やっぱ1年間通してやるっていうのはやっぱ厳しさを感じたんで、はい、厳しいという字。勇気の出るご飯ってありますか。験担ぎというか、自分はカレーが大好きなので、試合前カレーが選手のご飯であったらカレーはいっぱい食べるようにしてます。で夜飯も収録でカレー食べたこともあるんで、そのくらいカレーは好きなのでカレー食べれば元気出ます。まあ、例えば昆布のおにぎりを食べて、まあ、その日ヒットを打てたらずっと昆布を食べていきます。で打てなくなったら鮭とかに変えるようにしてます。ユニフォームになるように、ちょっと受け取っちゃないですけどダメですよ。まあイルミネーションも綺麗でしたし、まあ、たくさんのファンの方に来ていただいて、いいイベントになったなと思いました。そうですね、やっぱりこの寒い中、あんなにたくさんの人が集まってくれると思ってなかったので、すごい感謝してますね。本当に所沢っていうか、埼玉の方は優しいなっていう、温かいなっていうのは感じました。はい、まあ、若干照れた部分もありますけども、普段に近いかなと思いますね。普段もっとがついてる。はい。